だとなので日本人の多くはその不満を持ちながらもその、えー、罰せられることのない結果に落胆をしてですね、えー、政治に対して諦めたり無関心になってしまったんですねでなので今一番の問題はその社会全体に対する社会全体に蔓延する無関心だというふうに思っていますで日本人はやっぱり自分たちの社会に対して関心を取り戻して Uh, Hello, this is Jenny Zucker from the Selection Committee of the Berlinale Panorama Section. I'm very happy to introduce to you the director of the film *A Balance* from this year's Panorama program, Yohiro Harumoto. Welcome. Welcome to Panorama, Mr. Harumoto. Hello. Could you please sum up your film for a start in a few sentences? What happens? この映画はドキュメンタリーディレクターの主人公がある女子高生のいじめ自殺事件を追っていく中で真実を明るみにしたいというふうに思いながらテレビ局制作サイドと衝突を繰り返しながら進んでいくんですが自分自身の親族が犯したある衝撃的な出来事から自分自身の 誠意や真実とも向き合っていかなくてはいけないというような。えー、正しさとは何なのかについて問う映画になっています。はい。はい。はい。私よっこ。よろしく。やるよ。 Please tell me what inspired you to make this film about this really complex uh, subjects. はい2014、2014年のことになるんですけれども私がこの「有効の天秤の元となるアイデアを探していた時にですねネットの記事であるその小学校いじめ自殺事件に報じた記事がありましたでその記事がですねそのいじめで自殺した少年のことを扱っていたのではなくていじめた側の少年の父親と同姓同名の全く赤の他人の人間が えー、実名をさらされたり職場を、えー、ネットに上げられたりとかしてそのニュースを見た時に、えー、私はその全くの、えー、事件の当事者ではない人たちが、えー、その情報を鵜呑みにしてしまって全く赤の他人の、えー、平穏な生活を破壊してしまうっていう、えー、行為。 に至っってしまう動機は何なのかっていうところにすごく興味を引かれました。でそういった人たちそういう攻撃をした人たちというのは私たちと全然その全く異質な人たちかというとそうではなくてごく隣にいるような平凡な人たちだったりするわけでそうした攻撃をしてしまう人たちとじゃあ攻撃をしない人たちの差を分けるものは何なのかということに対して Uh, so, did you find out what the difference is? Or, in other words, because these are so many very difficult and complex subjects, the, the, as you said, the question of morality or honesty and honor. Anna, did you find what makes these people different and why they bully other people? はい、えー、私の中では答えは見つかりました。でその確、えー、たる、えー、要因としてはおそらくその差を分ける要因としてはおそ、まあ、らくですが多分、えー、超情報化社会が進んだことによって私たちは容易に情報を得られるようになってしまって全てを知った気に なっっててしまっていると、えー、自分たちが生活している世界が最適化されているっていうことに気づかず、えー、全てを手に入れてしまったというふうに勘違いしてしまっているでそのことによって、えー、おそらく想像力が、えー、いつでも情報を手に入れられると思っているものですから想像力が完全に、えー、昔に比べて欠如してしまったのではないかというふうに思っていますなのでその分ける要因は、えー、一言で言うと想像力だというふうに思っています

これは嘘と言ってもいいんではないかというようなことをまあ平然と言うようになってしまった。で、それによってまあ司法、またその言った後にですね、その司法と政治がまあ癒着していることによって、その嘘そがまあ罰せられるということもえなくなってしまったと。なので、日本人の多くはその不満を持ちながらも、その、えー、罰せられることのない結果に落胆をしてですね、 えー、政治に対して諦めたり無関心になってしまったんですねでなのであ今一番の問題はその社会全体に対する、えー、社会全体に蔓延する無関心だというふうに思っていますで日本人はやっぱり自分たちの、えー、社会に対して関心を取り戻して、えー、声を上げて、えー、不誠実が起こるシステムを改善する必要があるというふうに思っていますえー、っとですねまずそのえー、っと今回のその、えー、っと主題を 複雑な主題を扱っていることについてなんですけど、そのまあ、私たちがまずその知りうる事実っていうのは常にその自分自身を含む誰かの主観を通したものであると、えー、いうことを再認識することが大切だというふうに僕は思っているんですね。で、えー、主観の数だけ事実は多面的で立体的なので相反する事柄も、えー、同時に存在することになると。 なので私たちはその立体の一部分だけを、えー、否定だったり自分の主観で否定だったり肯定だったりするのではなくてその立体が出来上がっていった過程にこそ目を向けて、えー、想像し議論するべきだというふうに思っているんですね。でその上でやっぱり一番大切なことは、えー、私たちは、えー、一人として完璧な存在はなくて、えー、誠実さや正直さとともに、えー ずるさや恐怖や欲望をわせ持つ、えー、非常にグレーな存在であるということを、えー、やっぱ認めるべきだというふうに思うんですね。で、人は過ちを起こすものだということ、大前提を認めて過ちを叩くんじゃなくて、じゃあどうすればその親父は過ちを繰り返さないのかということが提示できる社会が、えー、求められているというふうに考えています。それがまあ僕のこの映画を作る、ある種の表明。 であるというふうに思っています。はい、Thank you. Can you say in your own words what the title A Balance means in connection to the story? ありがとうございますあ。じゃあ4つ目のタイトルについての、えー、どういうアバランスが意味を持つかということについて答えます。はい、えっ、ー、と えー、この物語の、えー、に登場する、まあ、全ての人たちが、えー、心の中に、えー、深い、えー、揺らぎを抱えて生きているというふうに、えー、思っていてですねでそれがまさに天秤であるというふうに私は思っていますでその天秤は絶えず揺れ動きながら、えー、バランスを取ることで、えー、彼らは日々生きることができているんですけれども、まあ、その天秤は一つとして同じものではなく、えー、同じ基準も持っていない ということですね。で、天秤自体には、えー、正義という意味合いがあって、えー、まさにその本作にとって一番意義のある主題あのメインタイトルだというふうに、えー、考えましたではすいたて越しですがご紹介させてください矢野敏子さんですはじめまましして矢野俊子と申しますあと申すあで長女の 矢野志保さんも来られてます矢野志保と申しますちょっと待ってくださいディレクターの木下ですムスさん何ですかこれはいこれついたてはい何かいやこれだと誰が誰かもわかんないじゃない我々はご家族を守る義務があるので何がきっかけで身元がバレるかわからないですから ムツさんメールじゃそんなこと言ってなかったじゃないですかいえメールでもついたてご主人とお伝えしましたよついたてっていうのは顔が隠れてて体の一部が見えてるとかそういうこと言ってたんですけどじゃあそう書いてもらわないとムツさんこちらの伝達不足でしたすいませんただこの状況はシコさんにとってとってもマイナスだと思うんです 私がどんな人間か、顔も目も見ずに心開けますかはい。Yuko、えっと、はです、ね、その私自身がその長年、助監督として、えー、働いてきたその映画業界で感じていた、えー 政治的な理由で表現がねじ曲げられたりだったりとか、まあ、削られるといった、えー、違和感や不満を、まあ、代弁して乗り越えようとしてくれる開拓者として、えー、誕生しました。あ、まだ続きあるんですけど、言っても大丈夫ですかはい。で、えーまあ、彼女がその自分自身の、えー、自分の仕事の真実と向き合う A ラインと、 えー、自分の家族の真実と向き合う B ラインを作ることは初めから想定していたのと2014年の当時から塾や学校の先生が、まあ、教師に対する性犯罪で逮捕されるというニュースが目立っていてそれを A ラインと B ラインに取り入れたいというふうに思っていたんですねで、えー、私自身が、えー、個人経営の塾で、えー、塾の先生をしていた時代があったので 優、えー、子が、えー、父親の塾を手伝っていいるという設定にしましまた優子にとって父親や、えー、塾がかけがえのないものであればあるほど、えー、彼女はその仕事の、えー、追求したい真実との間そ,のそこで、えー、究極の選択を迫られることになるので優、えー、子の家族はまさしただ一人であり、えー、塾生たちとは家族同然の関係であるというふうに描いていきました。 ですいません、あのそのドキュメンタリーの,その、えー、制作の現場が非常にそのリアリティだったっていう話なんですけど、どうやって取材をしていったかっていうことについてちょっと答えたいと思います。はい。えっと、私自身がその、私自身は15分間くらいのミニドキュメンタリーしか、えー、かんそのドキュメンタリーは監督したことがなかったので、えー、制作の裏側については、ドキュメンタリー会社の、えー ディレクターの方、しかも女性の皆さんにたくさんの方に取材をしました、お会いして。で、その1日の生活サイクルからドキュメンタリー監督を志望した理由だったり、そのやりがいや苦労だったり、失敗談で、それから普段の持ち物、ありとあらゆることを聞いて働いている職場も見せていただきました。で あとは私自身も劇映画で、えー、いろんなところに取材に行く機会があるのでその時の経験とを、まあえー、取材で聞いた皆さんに取材して聞いたことをミックスしてシナリオを作り上げてきました。で富山という子がスケジュールのやり取りをして、えー、揉めているシーンなんかはあの私の助監督の実体験に基づいて描いたりもしています。 Um, and I think はい、そうですね。あのー、まず、えっと、優子のようなドキュメンタリー監督っていうのは、本当にその、えー 少数派マイノリティで、えっと、大体はそのテレビ局サイドの、まあ、言いなりになるイエスマンになったりとかあイエスと5つもクレバーに最低限の自分のメッセージを入れ込むようなディレクターが多いっていうことですね。でなのでそのさっき言ったその富山富山富山さんのような人が、えー、ディレクターとしては多いというふうに思ってます。あの体制に生活のために屈するような人ですね。で テレビ局サイドの,あのトップだったりその選択権がある人たちっていうのはその一番の問題は何のためにその番組を作るのかとか、えー、表,現表現書にとって一番大切なことを忘れてしまっているっていうふうに僕は思っています。でまあその一番の理由は、えー、一流大学を卒業しただけの,そのまあ映像表現について全く考えたこともない興味もないような人間が、えー、そういう要所に配属されるからなんですね。 で常日頃その僕みたいにそのなんだろう一流大学を卒業したわけでもないただ映像表現についてはすごく考えているっていうような人間が、えー、そういう下にその幼少のあプロデューサーなりの下につけられてしまうとで結果全然考え方が違って、えー、トップの軽薄な、まあ、選択や判断に振り回されて疲弊してしまうとそういったことが、まあ、ずっと延々続いてきていて でまあ、私としてはあのそういった体制の中ではいい表現はできないというふうに、えー、考えているので、えー、そ,その助監督を10年以上やってきたんですけどそれをやめて今自分で映画を作ってるというような状況ですね。でまあすみません余談になるんですけど、えー、さっき取材したドキュメンタリーの取材をした時にもう聞いたんですがやはりその トップの一言で今までその下でちゃんとその確認をしながらつないできたドキュメンタリーが一気にその構成を変えさせられてメッセージもねじ曲げられてしまうっていうようなことがオンエア直前であったりとかっていう話も聞きましてすごい残念だなというふうに感じました。So thank you very much. Our time is up, Mr. Harumoto. Thank you so much for this really strong and wonderful film and thank you for bringing it to Panorama. Thank you. Have a nice、day. ありがとうございました。